ピエロたちへ。Hey you、 醜い仮面をいつまでつけてるの？外す勇気がないだけだって気づきなさいよ。薄っぺらい正体を見えっ張りでこうとして、私が罠にかかるのを待ってるんでしょ？おあいにくさま、騙されるほどバカじゃないのよ。滑稽な演技はもうやめなさい。そしたら私も踊ってあげる。踊るアホに見るアホよ。 Hey Dancing Tonight。何なの？ようこそベルベットルームへ。行きなさい。はい。倒せない。
しぶとい。行きなさい。倒せない。ペルソナ。待ちくたびれましたよ。この子の相手をするのにほとほと参っていたところです。やだやだやだ、行かないで。君と話しても無意味だ。僕はもう帰らないと。なんで、なんで僕だけ置いていくの？どうしていつも僕だけ一人ぼっちなの？寂しい、寂しい。ナオト君、僕と同じ顔、まるで僕だとでも言いたげだね。でも君と僕とじゃ。何をごまかしてんだい。僕はお前だよ。子供の仕草は振りじゃない、お前の真実だ。だってみんなお前に言うだろ、子供のくせに、子供のくせにってさ。いくら事件を解決しても必死に考えても、子供ってだけで誰も本心じゃ認めない。周りが求めてるのはお前の頭だけだ。名探偵扱いはそれが欲しい間だけ。用が済んだら子供は帰れだ。世の中の二枚舌にお前はなすすべもない。一人ぼっちのただの子供だ。ナオト。僕、大人になりたい。
今すぐ大人の男になりたい。僕のことをちゃんと認めてほしい。僕はいていい意味が欲しい。やめろ。自分の存在する意味なんて自分で考えられる。無理だって言ってるだろ。今現に子供である事実をどうする。やめろ。本心じゃ憧れてるだろ。強くてかっこいい小説の探偵みたいな大人の男にさ。それは裏を返せば心の底で自分を子供と思ってるってことだ。認めろよ。お前は所詮子供さ。自分じゃどうしようもない。さあそろそろ診察は終わりだ。人体改造手術に移ろうか。いいだろ白金直人くん。やめろ。白金直人、男らしくてかっこいい名前だよな。けど事実は変えられない。性別の壁はなお越えられない。そもそも男じゃないのに強い大人の男になんてなれるわけないだろう。ね、ちょ、あいつ今すげえこと口走ったぞ。お、男じゃねえだと。ダダをこねてるつもりはない。それじゃ何も解決しない。その言葉はお前が言われたんじゃないか。ダダをこねていても何も解決しないよ、ナオト君ってさ。お前泣いてたよな。自分の口から言うなんて何を守ろうとしてるんだ。何を。いいんだ、もう無理しなくていい。そのための人体改造手術だ。ダダをこねたまま一歩も動けずにいる。僕にはその気持ちがよくわかる。僕はお前なんだよ。違う。ダメ。いや、いい、ちゃんと吐き出しゃいいんだ。俺らはあいつを倒してケツ持ってやりゃいい。じゃねえとあいつ、ナオトのやつ苦しいまんまだろ。言うよね、偉そうに。いいよ、来なよ。僕は君みたいに粗暴で情に流されるタイプが一番嫌いだ。よし、とにかく話は後だ。来るよ。真なる愛。何？君らも自分にうんざりしてる人？いいよ。なら特別手術を始めようか。いいぜ、来やがれ。俺ががっちりケツ持ちしてやっからよ。
手術中は痛いの役魔。心の準備はできた。ほらほらほら、女の子だったんだね。気がついた。ここは、そうだ、皆さんが来てくれて、それから、そうか、全部見られちゃったんでしたね。幼い頃に両親を事故で亡くした僕は、祖父に引き取られました。僕は友達を作るのが下手で、祖父の書斎で推理小説ばかり読んで過ごしてた。将来の夢は、かっこいい、ハードボイルドな、大人の探偵。両親は、自分たちの仕事に誇りを持っていて、僕も将来継ぐべきだと疑ってなかった。普通は窮屈と思うのかもしれませんけど、僕に拒む気持ちはなくて、むしろ憧れていて、その辺も受け継いだものかもしれません。祖父はきっといつも一人でいる僕の夢を叶えてくれようとしたんだと思います。祖父に持ち込まれる相談事を内緒で手伝ううちに、気づいたら少年探偵なんて肩書きがついてて、
初めは嬉しかった。でもうまくいくことばかりじゃない。子供のくせにって言ってたね。事件解決に協力しても喜ばれるばかりじゃありませんでした。僕が子供だってこと自体が気に障っていた人も少なくなかったし、それだけならまあ時間が解決するかもしれません。だけど女だってことは変えようがないんですよね。女でいるの嫌い？それで男の子の格好？僕の望むかっこいい探偵というのと合わないですよ。それに警察は男社会。軽視される理由がこれ以上増えたら誰にも必要とされなくなります。んなな思い込みだ。ねえ、本当は分かってるんでしょ？本当に求めてるものは大人になることでも男になることでもないって。ええ。ごめん、僕は知らないふりをして君という子供を閉じ込めてきた。君はいつだって僕の中にいた。僕は君で、君は僕だ。僕が望むべきは、いや、望んでるのは大人の男になることじゃない。ありのままの君を受け入れることだ。それにしてもずるいですよ。こんなことずっと隠していたなんて。これじゃ警察の手に負えないわけだ。でもこれで分かりました。事件はまだ終わってない。ああ、お前がそれを証明したんだ。とにかく詳しい話は後だ。早く外に出よう。体張っちゃって。でも直人君が証明してくれた。犯人はまだ捕まってないって。気張りすぎなんだよてめえは。信じてました、来てくれるんじゃないかって。でもまさかこんな大事とは思ってなかったけど。てめえはバカだ。どこも天才じゃねえ。世話かけさせやがって。なんだ幹事、やっぱり心配しまくりじゃない。うぜえ、茶化すな。私送ってく。一人じゃ帰れそうにないし。平気です、一人で。明らかに無理でしょ。大人は何でも一人でできるって思わないの。ほら行くよ、捕まって。あ、おかえり。
お邪魔してまーす。悪いな、今日は早上がりで。ほらほら、座んなよ。白金くん、見つかったんだよね。って、知ってるっけ？白金くん。こっちに黙っていなくなっててさ、さっき見つかったみたいなんだ。お騒がせだよね、まったくさ。意外と驚かないんだな。見つかったことを知ってるなんてことじゃないよな。やだな、堂島さんってば。そういう癖染みついちゃってんだから。同じ学校行ってんだし、田舎町じゃ噂は早いんすから。でも白金くん、なんでいなくなったんですかね。ちょっと気難しそうだし、捜査から外れたから、すねて家出でもしたんすかね。いや、いなくなったって最初に聞いたときはびっくりしましたよ。もし第四の誘拐殺人なんてことになったら、もういろいろご噂に。足立。でも犯人の少年諸岡さん殺し以外には証拠出ないっすね。これ立件までいけんのかな。やっぱ堂島さんの勘の通り、真犯人別にいたりするんすかね。何遍言わせんだ、ペラペラ喋んな。ああ、すいません。とにかく、お前は事件なんて気にせず、学生らしく勉強でもしてろ。でないと。俺はもう寝る。ごめん、空気悪くしちゃったね。けどさ、堂島さんの心配もわかるっていうかさ、事件のことは僕ら警察に任せてほしいな。何かあった時まずいのわかるでしょ。つまり君らが巻き込まれたりとかしたら、こっちはえらい心配する羽目に。怖いことまだ起きる？ごめん、大丈夫だから。犯人は捕まったんだし、もう怖いこと起きないよ。ね、大丈夫だよ。うん。とにかく、お父さん心配性っていうかさ、お兄さんに任せてよ。こう見えても、署内一の頭脳派なんだから。って難しい言葉使っちゃったな。分かったかな。さて、堂島さん引けちゃったし、僕もおいとまかな。じゃあね。で、何？じゃあ大丈夫だよね。遅いよ。Dream for
意味わかんない。行こう。これ。あの、そう。何なの？それじゃ。ねえ、つまんない。
違うよ。もういい。もういい。それじゃ。재미있게보셨나요?영상설명에있는블로그사이트에서여러가지소개해드릴내용들도있으니부디방문해주세요.채널구독및좋아요눌러주셔서응원꼭부탁드립니다.시청해주셔서감사드립니다.